<laughs> マサトです、えー。農家との編集でお送りしてます1分間にとく今日もジョ情熱かた3年のニュースのトラガーから東京地裁、えー、さらにカウントダウンにステッカー問題、えー、出てくる出てくるガイ演説、えー、会場での配布の証拠この立憲、えー、民主党内からも批判の声が共産党の連邦なるか。 本当に、えー、蓮舫さん自身の問題ですね、えー、一言ご迷惑かけますとか、そのステッカーですね、えー、美観、公共のある、えー、この、まあ、家庭連で、まあ、実際、えー、蓮舫さんには、えー、関係ないんですけど、実際、ははた方々。 でも、貼った方々も本当に、えー、蓮オさんのことを思うと、もう撤去すべきですね。こんなあの違法見物ですね。勝手に貼ったらですね、本当に、えー、逆に貼、えー、った方も,も勝手ねえんですけど、えー、蓮舫さんの顔に泥を塗っていますね。かといって、蓮舫さんも素直に、えー、皆さんにこの、えー、美観を損ねてということで、えー、真摯に受け止めているけど、まあ、知らんふりというか逆に。 批判を受けてるということで、いろいろ引き続き、選挙が終わったのに、まだまだなかなかそういうこレホンさんの2のもう下がるというか、なかなか上がらないですレホンさんと性格ですね、本当に逆になっていますね、ういうことを思わされる一般党ですけど、素直になった方がいいかなという。 一般個人的な思いでした。さらに、はい、えー、えー、常年津川さんのニュースのトラックから、東京都知事選連邦に、さらにカウントダウンにステッカー、問題出てくる、出てくる、街頭、演説、会場での配布の証拠、立憲民主党からも非難の声、共産党の連邦なるか、連邦さん、まあ、あのえー、この超有名なこのマスターで、えー、 一役有名人ですので結構プライド高いんでしょうね。もうもううん なかなか素直に普通の、うん、庶民感覚になれないと思いますけど、えー、もう天井の上になってますね。えー、かといって、えー、一般私の庶民かにすれば、はたかの王様になっているような気がしますけど、はい、どうでしょうか。マスタートの意見でした。えー、引き続き、情熱かチャンネルのインストのトロガーをおおウォーチングしていきたいと思います。えー、マ,スマスタートの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願い,いたします。次回の1分間に特お,お会いいたしましょう。マスタートした、終焦熱、パッションプリーズ、シャロー